第2回カプセルプラレーブでサスケダブル。第2回目を迎える今回のカプサスダブルでは、早速コースのご紹介の前に皆様にご報告です。なんとカプサスが週5回投稿になります。月曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日に更新されます。カプサスシリーズをぜひお楽しみください。では早速コースのご紹介です。第1エリアはマガレーグ、第2エリアはスパイダークライム、第3エリアはマガグ橋、第4エリアはドラゴングライダーです。第5エリアはレールが返し鉄橋版、後半にはマガレーグという罠も仕掛けられています。最後第6エリアはゴールテープです。全6エリアの少々小さめなコース、果たしてこのドラゴングライダーが中間車ありだとどのような見解になるのかが見どころですね。では早速スタートです。ナンバー1番 E5 系連結パーツ付き、いきました、マガレーグ。さあここはさすがに越えないといけない、何もひねりのないエリア、スパイダークライムから、さあドラゴングライダー、いったが中間車の影響がものに出ている。ナンバー2番東京メトロ1番系、いきました。おっとマガレーグ大丈夫か、慎重に走行している、一歩でも見せては奈落の底だ、問題なかった。おっと遅いが大丈夫か、さあこの先のドラゴングライダーと、そこで止まってしまったが失格です。ナンバー3番 N700K、 いました N700K、 この時代のカップが買えはすごかった。さあ曲がれるのを超えてスパイダークライムに差し掛かった、この先はドラゴングライダーはどうだ、来たぞ、レールが返し鉄橋バージョン。ナンバー4番 EF200 連結パーツ付きです、行きました、マガレーグ順当に走っていく、この景色はどうなのか。さあ問題のドラゴングライダー行きました、あっとレールが返し、ナンバー5番 EF66 行きました。さあ EF66 走っていく走っていく、さあスパイダークライム、 EF66 はこのエリアが苦手と言っていた、問題どうしたんだスパイダークライム、問題ない、いきましたドラゴングライダー、おっとこれは完全制覇か、完全制覇 EF66、 見事な走行ぶりかはどうかは知らないが、とにかく完全制覇です。第1回カプサスダブルで最優秀成績賞をもぎ取った、最優秀成績賞はよく取るのに完全制覇一度もしたことがない、ナンバー6番 EF200 いきました、史上初の完全制覇なるのか、むしろ半分以上の車両が制覇をしたことがある経験があるのに、この車両は強いのに完全制覇したことがないのだ、これはいけたか、いけたか、史上初の完全制覇、やったぞ EF200。 ナンバー7番 E51 いきました、E51 マガレールを越えていく、クリアしましたスパイダークライム、マガレール走ったが、どうしたんだ E51 まさかのここで転倒。ナンバー8番2004年生製造の800系新幹線行きました、大見車は新800系落ちてしまった。ナンバー9番元史上最強の N700A 行きました、早い電池交換の実力、ものすごいスピードだ、さあ史上2人2度目の完全制覇へ、スピードがすごい、簡単に完全制覇、強者の実力、これぞまさに圧巻であります。ナンバー10番 E5K 行きました、そして N700A が2度目の完全制覇をしだしました、あ、まあダブルでは1回目か、そうだった、失礼しました。さあそんなことは置いておいてとか問題だ、ダブル初の完全制覇を達成しました、カプサスミニ2度の完全制覇者
E235 系ナンバー11番行きました。 N700 映画もう E5 系もダブルで完全制覇をし、実質2度の完全制覇になった。実質3度の完全制覇になれるか E235 系ダブルは弱かった。今回の完全制覇者は EF66 と EF200 と N700A と E5K です。史上初4両の完全制覇者です。ちょっとこれは設定ミスだわ。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。